ジャニー北川氏が亡くなる以前、いろんな、まあ、バラエティのね、ジャニーのタレントがやっている、ある番組、やっぱりジャニーさんの名前とか話題になってくると、やっぱり言う、ないなりしちゃいなよとか、言う、やっちゃいなよとか、タレントが言うことで、ああ、ジャニーさんって本当に素晴らしい人なんだな。おしゃれでユニークでタレント思いな人で、本当に素晴らしい社長なんだなっていう風に、視聴者はすごく印象付けられたと思うんですよ。ジャニーズ内部のタレントとして、推しとされる人物になれる、そういうチャンスがあったんじゃないかなと思うんですよ。内部にいたタレントの方々、変な印象操作はやめてください。よいしょ。あ。はい、皆さんこんにちは。またジャニーズの話をします。三浦春馬くんの、まあ、ことをね、知りたい方っていうのもたくさんいらっしゃる中、ジャニーズのことばっかりちょっと最近取り上げているところもあるんで、申し訳ないかなと思うんですけども、やはり芸能界のね、闇っていうのは本当に深いなと、今実感しております。